こんにちは、かくすけです。ニュープリズム続きをやっていきます。で、まやさんたちが攻めてくるかなっていうところですよね。まやさんは来ないと思うんだけど、なんかあの他のメンバーが勝手に来そうな、どうなっても知らないぞみたいな感じだったんで、なんか襲ってきそうだよ。いや、そうじゃない、そうじゃない。あ、違う。で、あ、足りない。あ、嘘、防御力の方が必要だったのにな。そうだ、え、違うあれ、ミラさんが連れてかれてっていうのはもう終わったんだっけな。トラップモンスターに捕まってたミラさんはもう助けたのか。え、どうなんだろう、どうだったかな、いまいち覚えておりません。まあとりあえずクラウスさんの家に行けばいいんじゃないかな。はい、エレナちゃん、ミントさん、お母さんを助けてくれて本当にありがとうございます。あ、よかった、助けたことになってるんだね、やっぱ。うん、どういたしまして。ミラさん、そんな助ける必要なさそうだったけどね、あの様子だとね。君たちがいてくれなかったら、家内はきっと。ありがとう、本当にありがとう。クラウスさん、顔を上げてください。僕たちは当たり前のことをしただけなんです。そういうこと。こんなストーリーね、なかったもんな、ルークの時は。君たち、ありがとう。どういたしまして。それにしてもムカつくのはマヤね。多分何考えてんのかしら。プリマを渡さないと町に悲劇が訪れるなんてふざけた伝言をよこした挙句にモンスターをばらまくなんて。倒しても倒しても出現する人形か。このままだと町が危ない。トラップマスターが言ってたわ。あいつらどこかで人形を生産してるみたい。そこに乗り込んでボコボコにするしかないわ。そうだね、臭い匂いを元から立つのよ。僕に心当たりがある。ゴーストテンプルであれと同じ人形と戦ったんだ。あ、だね、あいつらはゴーストテンプルで人形を作っているのかもしれない。もう一つ気になる話を聞いたよ。地下迷宮の近くにもあの人形がうろついていたそうだ。そっか、じゃあこうしましょう。ルーはゴーストテンプルを調べて、私は地下迷宮へ行ってみる。わかった、二人とも気をつけてね。え、地下迷宮か。お、珍しく素直じゃない。だって僕のせいだもん。え？だってそうでしょ？あいつらは僕を狙ってモンスターをばらまいたんだ。僕のせいでみんなが迷惑してる。プリマドールくん。僕はあいつらのところに行った方がいいのかもしれない。だって僕を守るためにみんなや町の人が危ない目に遭うのは嫌だもん。そっか、ルー君の場合はプリマがもう連れてかれちゃったからこのイベントがなかったのか。お、ミントちゃん、お、いいぞ。何するんだよ。何が僕を守るためだか勘違いしてんじゃないわよ。私たちが戦ってるのはあんたを守るためじゃないわ。遺産のためなの。え、そうなの？ミント、そんな言い方は。ルーは黙ってて、ミントちゃんのね、優しさですよ。いい、プリマドール、この際だから教えてあげるわ。私は世界を征服するため、ルーはクレアって人を助けるため、クラウスさんは研究のため、みんなそれぞれの目的があって、そのために遺産を求めてるわけ。要するに好きでやってるのよ。好きで？そういうこと。あんたやこの町を守るのも好きでやってることなのよ。だから遠慮なんかをしなくていいの。遺産が欲しければ僕を守れくらいにドーンと構えてなさい。そんなにずうずうしくていいのかな。いいに決まってるでしょ。安心してがっちり甘えてなさいよ。ミントちゃんらしい考え方だね甘えちゃうのはね。
タゴタ片付いたら今度こそ湖水の遺跡の封印をぶっ壊すわよ。言っとくけど、その時失敗なんかしたらお仕置きどころじゃ済まないからね。わかってるよ、みんなのためだもん。僕頑張るよ。さーて行こうか。うん、気をつけてくれたまえよ。二人とも頑張ってね。かわいいなプリマはな、いい子だよな本当に。そんなこと気にしちゃってね。来るよ、エルナちゃん。ルーさんはゴーストテンプルに行っちゃいました。ルーさんだったら大丈夫ですよ。私ゴーストテンプルでルーさんが戦うところを見たんです。あ、そうだね、すごく強くてかっこよかったですよ。ルーさんの髪型、そういえばルーさんが帽子を脱いだところって見たことないですね。どんな髪型なんですか。そうか、見たことないのか。ミントさんは地下迷宮に行くんですよね。気をつけてくださいね。私、お祈りして待ってます。はい、行ってきます。ちょっと待てよ。ジェフにちょっと喉がね、喉をやられたっぽくてね。風邪じゃないんだけど。地下迷宮か。一度行った場所でも油断は禁物だ。万全の準備をしていきたまえ。あ、防御力がきついな。君たちがいてくれなかったら家内はきっと。本当にありがとう、ミント君。文献を調べてみたんだ。あの人形は魔法に弱いらしい。魔法で攻撃してみたまえ。うん、はーい。魔法はミントちゃんの得意分野だからね。みんなが僕を守ってくれる。僕嬉しいよ、本当に嬉しいよ。うん、かわいい。ミントもルーも行っちゃうんだね。僕なんだか不安だよ。うん、大丈夫だよ。あー、でも大丈夫かな。クラウスさん、よろしくお願いしますね。プリマドールのこと。よし、じゃあ地下迷宮行きますか。行きますか。苦しいなあ。あそこ迷うんだよね。とりあえず防御力アップ買わずに行くか。ちょっと待てよ。あ、やめる。セーブしよう先に。セーブしてと回復して貴重で、プリマドールと一緒。よし、狙われたプリマっていう名前になりましたね。大丈夫かな。襲われそうだな、プリマちゃん。よし、地下迷宮に行きますね。出発する。うん、かかるのよね。マヤのやつ何考えてんだろう。プリマを欲しがるってことは遺産の封印を解くつもりらしいけど、遺産に手を出してはいけませんって言ってたのに、おかしいな。どうも納得できないのよね。おまけに無差別にモンスターをばらまくなんてやることが妙に荒っぽいし、嫌なことでもあったのかな。お？お、来た。やば、隠れなきゃ。誰だ？あ、これでマヤのせいじゃないってわかるかな。どうだろう。私が地下迷宮を守ります。あなたたちは例の作戦を進めなさい。わかりました。ふっ、何がおかしいのです。いえ、見事に化けたものですから。驚かされただけですよ、殿下。女性とは実に不思議です。からかうのはやめてください。すべて遺産のためです。これは失敬では。あ、これちょっとずれてるな。絶対ミントちゃんも勘違いするな。この会話絶対違うよ。化けた？どういう意味だろう。あ、それかあの女の人が化けてるんじゃない。はぁ、読めたわよ。マヤは急に遺産が欲しくなってコロッと態度を変えたってわけね。たく偉そうにしてるくせに、そういうところはまだガキね。いいわ、こうなったら姉として愛のお仕置きをしてやるわ。かぼちゃの恨みもあるしね。そっか、ルー君編やってるから知ってるけど、ミトちゃん知らないもんな。
化けたって、見た目、性格化けたってことだろうな。そうかそうか。じゃあ戦うことになるのかな、多分。風がいいよな。ちょ、結構ね、遠くまで当たるやつがいいんだよな、やっぱ。ちょ、強いな。あ、倒した。オッケー。人形だらけじゃないか。よし、倒した。1、2、3、4、5、6、7、8。6回ぐらいでいけたな、今。迷うぞー。失礼しまった。ごめんなさいね。あれ、遠かった。よし。全然ルピアップが出ない。そっちじゃない。これは殴るしかないな。消えるの？あんな消えてたっけな、あの子。1、2、3、4。どこ行った？全然当たんない。もういい。あの人は無視ね。この女性型の人形は倒すけど、じゃんじゃんじゃん。この子はね、立ち上がった途端に攻撃してくるタイプだったような気がするから。あれ、痛い。よし、これでいこうかな。いいもん。ここに出ちゃうか。分かんないもんな、ここのステージ。やだ。はい、よし、回復。よかった。マップ移動勝手にされるんじゃないかと。えいや。よし、ほい、はい、オッケー。よいしょ。はい、オッケー。いいでしょう。こっちは、まだ、水の音は聞こえてこない。いや、水が止まってるのかな、ひょっとしたら。痛い。痛いよ。3、オッケー。避けて、よしあ、君は放置。右じゃないな。まっすぐ行こう。よいしょ、行くぞ。痛い。おや、すいませんね、今日ちょっとテンション高い、低いかもしれないけどね。喉をいたわってるだけです、これ。よいしょ。はい、オッケー。こっちに行ってみよう。よし、こっちに行って、相変わらず水の音すら近づいてないからね。こっち、こっからこう行くのか。こっちはどうしようもないから、攻撃。ここでまっすぐ。どうだ？よいしょ。戻る。いや、意味なかった。いや、戻ったりっていうのも必要だったりするんだよね。やだ。一段階あって、二つ目がこっちがあるんだよ。ここもあえて右側に行って、違うな、ここもあえてまっすぐ行くのか。ダメだった。1個目でよいしょ。さりげなく体力やばいじゃないか。スパークはちょっと使い勝手悪いんだよな。
者の方が強いかな、やっぱ。あ、もう。あ、もう、やだ、この子。そう。距離はね、やっぱ強さ的には炎が強いよな。最初から左側に行ったら、あ、こっちに出るか。ここは登れないからね。今度真っ直ぐでしょ。そしたらさっきと同じになっちゃうんだけど、さっき真っ直ぐ行ったから右側で、ここ降りようか。降りてこっちに行こう。で、こっからこう手前側に行くとか。結構体力やられてるよ。あ、やばい、溜める時間がね。お、よしよし、回復ありがとう。手前側に行って、で、ここで、お、ちょっと変わったぞ。よーし、来た。いいよいいよ。なに、足場がなくなってる。え、またまた集めなきゃなんないの。あー、めんどくさい。うわ、めんどくさい。あ、でもこれはそんなに迷うところじゃないからね。痛い、まずいぞ。これは遠いやつ。 OK。 ほっほっ、ただよいしょ。 HP 回復をもらえない。はい、攻撃でしょ。え、嘘嘘、めんどくさいぞ。これは広がる炎、地面で燃える。いやー、ずっと近づいてくる。おいしょ。いや、いけない。あ、やけた、痛い痛い痛い。地面で燃えるは厳しいな。ナパームかな。あ、強い、ナパーム。回復落としてくれた。まあ MP 消費が恐ろしいんだけどね。あ、回復 OK。 あー、こうやって集めていかなきゃいけないか。ちょっと待ってくださいね。失礼しました。送信します。よーし、 OK だよ。ここら辺の道をね、さすがに3回目は覚えたからね。あ、足りないな、これ多分。いや無駄遣い。でもかっこいい、これ使いやすそうだな。あー、ほ、よいしょ。おーっと。よいしょ。あー、苦しかった。また君たちでしょ。よし、 MP を貯めて、はい、君たち広がる炎を一発で倒せたでしょ。ナパーム、ナパームね。うん、あ、いやー、当たった。あ、当たってない、当たったけど、あ、あー、ダメダメ、そっち向きじゃない、そっち向きじゃないんだ。あ、いや、まずいぞまずいぞ。倒して回復をくれたらよかったのに。やられた。こんなところでやられるとは情けない。あー、コンティニュー。そうか、防御力が下がっ低いからな今。どっからだ。あ、一個手に入ってるんだね。よし、頑張るぞ。よいしょ。はっ、君は、あっちゃい、やっぱ、あー、なんともったいない。よし、よし、一発当てて逃げる。よし、いいぞ。あの子はね、倒したって何も落としてくれないから。あ、やだやだやだ。はっ、はっ、オッケー。
しい。はい、ザクザク攻撃して衝撃波使ってみるか。強い、あ、強い、いいぞ。よし、一匹倒した。いや、適当にやって当たってくれるからいいな、これは。二人ともおいで。よし、いいぞ。ふぅ、これは使っていこう、衝撃波。よし、転がってくれるね。うん、よいしょ。ああ、大変。はっ、あ、違う。ほ、当たれー。いいよいいよ、2回ずつ当たったぞ。よし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 。あ、もう使えない。一匹倒したい。倒した。あ、違うよ、技を使う。うん、よし、回復。ために殴るか。いやー、ちょっと苦しいよ。急に MP ちょうだい。すぐ出てくるでしょ。ちょっと食らっちゃったけど。はい、よいしょ、よし。あ、両方落としてくれる。素晴らしいね、あなた。いいぞ、これで先に進める。よいしょ。直さないとね。いいさ、 MP 足りる。おいしい、はっ、 OK OK、 よいしょ、 OK、 いいよー。 MP MP、 HP 回復が欲しいけどね、今のところ。よいしょい、あ、嘘、食らった、強い。あ、まずいぞ、もうダメな気がする。よいしょ、いいよ、ほっ、よし、うまい、いいよいいよいいよ。こっちはなんだっけ。あー、ここも部屋ね。はい、あー、ここは危険だ。今だ。うん、よいしょよいしょよしよしよし、いいぞ、一匹倒した。よし、あと1人。でも MP 今余裕あるから、君もこれで倒しちゃおう。倒したね。回復が欲しいんだけどな、今はちょっと苦しいんだよな、体力的に。あ、でここに来るのか。へえ、あ、厳しい。広がる炎はちょっとあれじゃないか、これ。地面で燃えた方が、あ、長くは効かないか。火炎放射かな。よし、さらにこれが二重であるのがね、この先また何かあるのかな。これは MP を貯めなければ。でもこの人たちは倒すの大変。あれ、 MP 貯めるのが大変。あ、あなたですね。 OK、あなたで MP 貯めさせていただきますね。よし、この人ね、2つ落としてくれるからいいよね。よし、ほい、へへ、このミント様の強さを見よ。ほい、オッケー、強い、素晴らしい。あと1回、2回かな。アビゲルの強さね、この、あ、あ、1回も当てられないぞ。ほ、よいしょ、オッケー、これで足りるでしょう。確か100あれば足りるんだよ、あれ。よし、いくぞ。うん、だね。うん、1つにつき40くらいかな。うん、だね、足りる足りる。あ、でももう情け
か、2回目はさすがになかったか。また新しいね、技が手に入ると思ったんだけどな。よいしょ、帰りはこれで簡単に帰ってきましょう。よし、オッケー、ただいま。はい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 、うまいもんだ。オッケー、貯めたぞ。このステージこんなに何回もすることになるとはな。え、こっからが迷うとこだっけ。いや、ここは違う。よし、じゃあ今回は一旦ここで切りますね。ご視聴ありがとうございました。